こんにちは、こんばんは。クッキングパパの時間です。今日はパパがローストビーフを作るので、よかったら最後までご視聴ください。以前買ったダッチオーブン、そして牛もも、皆様ローストビーフはお好きですか？おいお前何の動画やねん。お前しかも牛ももって、お前さ、ヒレでも肩でもなく牛もも選んでから、お前硬いグズグズ言うてたやんけ。ダッチオーブン買ってから何も作ってなかったけど、初めての料理がローストビーフ、美味しそうだね。もうお腹ペコペコ、僕も食べたいよ。パパ、僕にもちょうだい。お前らアホが、これ何の動画やねん。あ、そっか、犬ちゃん、パパ犬ちゃん連れててくれた時のかな。クソ野郎か、お前家で作ってただけか。お前ソファーの上にお皿置いて撮影すんな。お前ローストビーフ、お前もう蒸しすぎてお前もう焼けてしまってる。お前どうしようもないわ。今回は初めて蒸してローストビーフを作ってみました。皆様お味はいかがですか？辛い、パパ辛い、これ体に大丈夫？ほらボス君、味付けのチキンも食べや。お前らアホか、お前らもういらん動画ばっか載せんな。早くパパ遊ぼう。そんなことより遊ぼうな。ほんまにもうお前らも食べ過ぎ、ほんまにもう食べ過ぎ。も食べんのもいいけど、食べた分運動しなあかんで。私みたいに毎日元気いっぱい走って運動しなあかん。ボス君痩せた言うてるけど、痩せたからって運動しんかったら筋肉衰えていくで。おいおい待て、お前それ俺が買ってもらった服やんけ。俺が着てた時はピチピチチンチクリンやったのに、お前着たらなんかちょっといい感じやんけ。なんや、同じ服のサイズでも服によったらちょっと大き小さいあんのかな。お前似合ってるし、その服やるわ。ありがとうぐらい言えよ。おいボス、お前俺が買ったって服買って似合うのか。お前なんや、嬉しくなかったんか。そんなお前、俺が買ったって服誰にでもポイ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 やんのやったらもう買わへんぞ。お前らの生々しい会話が入ってる、別にいいやんけ、家族やねんから。私が着る時もあったら、ボス君が着る時もあっても別にいいやろ。そんなん言うんやったら俺その服明日着るし、お前貸してくれよなあ。それ着て買い物行くし、ついてこいよ一緒に。やめろやめろ、お前強制わいせつ罪で捕まるからやめろ。お前そんな、お前犬の服着てどうすんの。お前私これ服着てるけどお腹丸見えやで。パパ着たらお前腰あたり丸見えになってしまうやんか。どうすんの、お前捕まんで。パパお願い着て、その服着てさ出かけて。お前もやめろ。お前なんかパパに恨みでもあんのか。なんでお前それ着させてお前捕まらそうとすんねん。お前どういう魂胆や。だってパパローストビーフ一口もくれへんかったもん。もううるさいな。ほんじゃこれ食っとけ。わーいわーい、おいしそう。パパこれ全部食べていいの？ローストビーフよりお前体に悪そう。虫歯になる、絶対虫歯になる。カロリー高そう。てかどんだけ食うねん。お前食いすぎやぞ。あーお腹いっぱいや。食いすぎたからほらフェイントして今こうやって運動してるやんか。もう疲れた、膝が痛いよ。痩せろ。お前食いすぎやから膝が痛いね。痩せろ。膝も痛いし、お腹も痛いし、もう腰も痛いし、体中痛い。もう症状が食いすぎ、ただの食いすぎで、お前肥満なだけやんけ絶対な。パパも一緒に走ろうな。なんでパパボール蹴るだけな。私みたいに一緒に走ってサッカーしようよな。いい？おう、ちょっと待っといて。やめろ、お前待ってる間にまた食うんか。お前食いすぎや言うてんのにまだ食おうとするな。ちょっとパパ、僕のも置いといてって言ってるやんか。ちゃんと置いたんの？怒り気味で言うな。ほんまにもうボス君何してんの？ボス君どこにいんの？んなくそ、また掘ってかれた。ちくしょう。コウメ大王や、お前コウメ大王さんや。違うんですよ、今あの車にねバリケン2個乗せたらね、ちょっとまあパンパンというか、かなりね、荷物も乗らなくなってしまうんで、2列目を起こしたまんま倒さないで今ね乗れるように何か木か、塩ビパイプで作ろうとね、ずっと、試行錯誤しております。削除してどうすんねん。お前試行錯誤やろ、お前バカか。思考覚悟してんの？日本語習ってこい、お前ら小学生からやり直せ。今ねさっきも言いましたが、本当にねずっと悩んでおります。2列目を倒さないでね、ラゲッジスペース、車でいうトランクルームのところにボスコンくんちゃん2頭乗れるように、ボスコンくんちゃん分けた方がいいのか。でもね分けると大きなワンちゃんなので狭くなります。でも一緒にしてね、まあ喧嘩とかはないかと思うんですが、
ボス君、クインちゃん、気持ち的にどうなのかなとかいろいろ考えたり、あとはね、素材です。木で作るのか塩ビパイプで作るのか、フェンスで作るのか、いろいろね悩んでいます。で、木で作った時の図面も描きました。木を買いに行きました。木の値段が値上がりしております。もうほんじゃね、すごい木ってね値上がりしていて、わーどうしようかなーって悩みつつ、木で作るとね、重さが増えたりとか、かといって塩ビパイプで作ろうと思って、もうねホームセンター4軒か5軒ぐらい回りましたが、欲しいね欲しいパーツがないんです。もうネット通販でしかなかったりとか、いろ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 本当にね悩んでおります。あとはね、ワンちゃん用のゲージ、何かぴったりサイズあればいいなとか思いつつ、あったんですよ、あったんですが、あの縦開きでね、それやと入らない、横開きやと入るっていうような感じやったり、なかなかねいい方法がなくて、ずっと今もね悩んでおります。なんで、もう少しね、ボスコンくんちゃん一緒のお出かけは、もう少しお待ちください。あの必ずね作って、ボスコンくんちゃんまたね乗るところの動画とかも撮影しますので、楽しみにしていてください。もうこだわり強いねんて。なんでもいいやんか、適当にパパって作ったらいいのに。家にも木いっぱい余ってんで。パパ、なんでこの前出してたのにあれ使わへんの？角がちょっとだけ欠けてたり、なんかちょっとだけペラッとめくれてたり、そのちょっとが気になんねん、クインちゃん。 A 型、お前 A 型すぎる、お前潔癖症か。あ、パパ、さっきさ、手洗わんと食べてたやんか。あかんで、手洗わな。なんでお前手洗わんと物食べんのに、お前そこは気になんねん。どうなってんのよ、お前。お前の神経が気になるわ。おい、クイン、お前知らんと思うけど、俺いつもトイレ行ってからさ、手洗わんとお前いつもよしよししてるしな。お前嬉しそうにしてるけどよ。汚い、やめろ。お前聞きたくもなかった。お前手洗わんと私触ってても、せめてそこは言わんといてくれ。聞きたくもなかったわ。だから最近クインちゃん尿臭いんやな。尿って言い方やめろ、尿って言い方やめろ。お前おしっこって言え。アンモニア臭やば。やめろ。お前いつまでこの話すんねん。お前もうすぐ動画終わんぞ。なんでさ、クインちゃんってさ、やめろとかさ、同じこと2回言うの、それって癖なん？前からすっごく気になってたね。いつも同じこと2回言いよるから、また言うやろうな思ったら、また同じこと言いよんねん。いちいちうるさいねん、ほんまに。もう人のことばっかり言うて。ボス君はどうやねん。もうパパ、もうほっといてさ、ちょっとホームセンター行こう。ホームセンターにさ、ボスも乗れるように見に行こう。ねえねえパパ、ねえパパ、みんなにさ、おっきいおっきいって、何の犬種ですかとか、おっきいですとか、男の子ですとかさ、いっぱい声かけられてさ。お落ち着けよ。お前も同情しすぎやろ。お前ら県外まで行ったのになかったんか。お前どこに行ったら、お前あのパーツあんねん。ほんまにもうどこにもないやんか。僕いつになったら出かけられんの？いつも一緒に。歌うな、お前いつもすぐ歌にするな、お前な。聞いたことあるけど、聞いたことあるやろ、あの人の歌やろ、お前もう誰とは言わへんけど、もう、ほんまにもう、言わもう、結局、今日もパーツなかって、僕はまだまだ出かけれなさそう。もうそれやったらパパ、キレ作ってよ、キレ。もう明日見てくれしまったけ。明日でもあれやで。君に行ってもすぐ作れるとは限らへん。え？時間のある時じゃないと無理やで、ボス。わかってる？この人ら、離婚しやんの？入ってくるな、間に入ってくるな。お前朝のニュースを見るな。お前は人間か。見てくださりありがとうございました。終わりー。